ご機嫌ようございます。ああ。じゃあ、ちょっと。可愛い,い、なにこれ、ハートの短冊。可愛い,い。やればできるやん、ショールーム。可 <laughs> 愛い,い、ギフト。 低気圧は大丈夫だよ。七夕か。かわいいね。やればできるやん、ショールーム。なんかさ、いや、私、 いつも配信でさ私の話ばっかりしちゃうからさみんなが聞きたいことないかなと思って聞いてるんだけどあとなんか話す話せるのに話してないことがさっきもあの発覚したから。 なんかそういうのあったら教えてほしいなって思ったりしてますでもさほとんどさ言ってるからさ聞きたいこととかないかな特に興味ないか私のことなんてそうだよね興味ないよね私のことなんてさ 目玉焼きには何かける日による <laughs> 日による食べたい味がその日によって違うでもお醤油かソースかだよねあとはなんか食べ合わせにもよるなんで <laughs> なんで気になるのそんなことが <coughs> <coughs> もう全部話してるもんな何聞いてもいいよ めた質問でもいいよ私は目玉焼きには何かけるのかの討論会 <laughs> 確かに目玉焼きにはケチャップの人もいるのか <laughs> リカちゃんが今一番欲しいのは健康なからそうだね健康な体と。 今一番欲しいものは今日発売のダッフィーのグッズ。<laughs> うん。でも行かないと買えないから。これは言ってもみんながみんなに言ったらみんなが頑張って用意しようとしちゃうから行かないと買えないものを言ってやったぜ。ふふふ。これで準備できないだろ。フルオープンだよ私はいつも。 最近ハマってるものは最近ハマってるものは最近ハマってるものえな、ー、んだろう最近ハマってるえ何なんだろうなないな <laughs> 本当に何もしてなくて。 寝てる睡眠 <laughs> 睡眠です睡眠ああとなんか最近細かい細やかな記憶をすぐ忘れちゃうので日記書いてます日記ペンででもどうせ3日坊主になるんだろうなぁとは思ってるけど。 行こうと思ったらいけるでだ東京寄りの千葉の人逆だっけ <laughs> 睡眠はいいことであります睡眠いいよね短期記憶でしょうか短期記憶だね健康とストレスのない環境以外で欲しいものあるえー、欲しいもの 私さ物だったらちっちゃい時からねあのバックインバックインバックするぐらいバックが好きだったの。で的漁師かなんてあの母親にもよく突っ込まれてたんですけど「あんたのバックバックしか入っとらんやん」ってよく言われてたんですけどあのバックが好きでなんか集めるんだよね。でサンリオのね なんかキティちゃんの <laughs> バッグの中にバッグ入れてバッグをまたバッグにしてみたいなそうそうそうだからバッグはバッグとかメモ帳とかシールとかはめっちゃ集めてたけどちっちゃい時から好きですね、うん、なんか何かを入れるもの貼るもの文房具系 <laughs> すごい好きあでも最近はね書きやすいボールペンをね探してるかもうん欲しいわけじゃないけどあったら欲しいなぐらいなんだけどなんか書きやすいボールペンって何がいいんだろうと思ってなんかね私ずっと使ってるの昔ファンの人にもらった名前彫ってあるボールペン使ってたんだけどインクがなくなっちゃってでどうやって交換するかわかんなくてなんか解体したら戻せなくなって 飾ってあるんだよねそのまま <laughs> だからね本当はあれが良かったんだけど描きやすくてでもなんかどうしたらいいか分かんないままですねはいバッグのまとりをしかなってさシール大好きシールも大好き文房具屋さんにお注意をお願いあ本当そう昔ねくれた人がいてそれはずっと使ってましたね 大事な書類書く時とかもそれ使ってた <laughs> そうボールペンいいよねでも私あの文字の漢字は消せるボールペンが好きなの書いても消せるボールペンあるじゃんあれめっちゃ文字可愛く書けるから好き丸○になるよね インク送りますありがとうでもインクだけ送られてもどうやって帰えるか分かんないから <laughs> ごめんね <laughs> 大丈夫それは気にしないでそうバッグとか集めてたなキディちゃんのバッグの中になんか 焦げパンの焦げ,焦げパンのポーチの中になんかまたポーチ入れてみたいな,なんかそのバックインバックインバックインバックみたいな。で最後の最後ちっちゃいのに何入ってんのかなと思ったらおじいちゃんからもらった皮付きの落花生。 <laughs> みたいなねちっちゃい時からバッグは好きでそう集めてたけど欲しいものって言われたらなんだろうなパッと思いつかないよね本当に。なんかそんなになんか物が欲しくないのか概念 <laughs> <laughs> みんなからの思いだったりなんか概念は欲しいと思うけど <laughs> えマジで物欲ないディズニーのものとかあったら好きだけどなんか自分で苦労して手に入れるのと人からいいたたただくのはまた違うんですよね人からいただいても大事にするけど自分で苦労したものの方がオタクはね わかるでしょなんとなく。<laughs> 自引きしたアクスタが嬉しいじゃん。<laughs> そういうことなんだよね。そうそうそう,う。嬉しいんだけどね。いただいても嬉しいですが、し、いただいたものの方が大事に使うんだけど、私は。けど、なんかやっぱ、思い出補正がね。 かかかるじゃないです地引きした方が人に頂い,いてもやっぱ嬉しいけどなんか自分で弾いたアクスタなんかちょっとオタクってねそういうとこあるんだよ私もオタクだからほんとその感じなのなんかあんまりね物欲はないんだよね概念は欲しいけど健康 <laughs> 元気 元気な心が欲しい地引きって嬉しいよねかなくらいから欲しいものという、うん、だろう オタクって信心深さというか縁を大事にするよねというかあのオタクって運命を信じてる生き物なんですよ <laughs> もうこれに尽きるんだよ本当にオタクって運命を信じてる生き物なの現実に生きてる人たちよりも なんかなんだろうなそういうスピ的なものじゃないけど自分との縁だったり運命を割と信じてて <laughs> そう。 私握手がバカ売れしてる某先輩に昔言われたことがあって「運命だねー」はキラーワードだよって <laughs> 例えば「誕生日一緒なんです」とか「今日誕生日なんです」って言われたら。 おめでとう、祝えて嬉しい今日はじゃあ握手会あったの運命だねって言うとすごい喜んでもらえるって言っててえー、すげえって思ってたでも確かに嬉しいよねそんなこと言われたらさ「そうかも」ってなるし <laughs> <laughs> だってこのショールームにたどり着いて沼に肩まで使ってぬくぬくしてるのなんて、まあ、そうだよねだってまず推しと出会えて推せてる時点ですごい確率だからわかる確かに言われると嬉しいね嬉しいよ絶対。 だからなんかここぞって時に取っておいて言ってあげたらなんかみんな笑顔になるよって言われて使おうって思った <laughs> でも本当にそうと思うよだって推しメンにだってアイドルなんてさ5万といる中でそのちゃんと自分に合った推しメンに出会える確率って結構。 だそういう人たちに出会えてないから DD っていう悲しいモンスターが生まれるわけでしょう。だ単押しって幸せなことなんだと思うよ。好きなもの好きな人その人だけに注力できる愛をさ分散せずにさそこにだけ注げるってことはさそれだけねやっぱり運命力ですからそれは。そう。 だけどさ推しちゃんと自分に合った推しに出会えてない人たちってずっとさまよってるわけでしょそのスタイルが楽しいって人もいるからあれだけどでもね本当思うよオタクっていうのはね運命を信じてる生き物私もしかり。 そのスタイルを極めてるもんさそうだね、DD <coughs> <coughs> としてでしか輝けない人もいるからね幸せですよそんな でもどんな人でもこの時この人のこれがなかったらってのはあるよ押、ね、すに当たってえわかるわかるきっかけって一個じゃないけど積み重ねででもさその偶然が何回か 重なってさそうなっていくわけだ,だすごいよね本当。例えばこのイベントに誘われてなかったらとかこのイベントで見つけてなかったらとかそういうのがまあざらにあるわけでしょうすごいよね本当。あの時このイベントに参加できてなかったら 今頃オタクやめてただろうなとかもあるわけでしょその分岐点でいつも良い,い方を選べるとは限らないのに良い,い方を選び続けて押してくれてるって本当にすごいことだと思うだからそうでもオタク気質ってなんか 逆に言えば何かに没頭できる力があるってことだから別に誇っていいと思うんだよね私も本当そうなんだけどなんか一つのことに一生懸命になれる力があるってことだからそう <laughs> だから過去の自分には本当に感じ よくぞこの道まあ結構ねいばらの道ですけどね私を押すのは大変ですよ <laughs> すごいなんかあくびしたせいでラスボスなボイスになっちゃったラスボスボイスになっちゃった私のことを押すのは結構大変ですよ サプライズばっかりだからね <laughs> 去年から <laughs> 去年からサプライズ尽くし <laughs> 刺激的で何よりだよでもさ私が一番びっくりしてるんだから仕掛けた側がさ「ええええっえー、ってついていけてない展開 <laughs> 私も一緒にびっくりしてるから、うん、<laughs> リカ、ね、<laughs> まあさんはオスの温泉だよねまあ去年か何回か面倒飛びででしょ私も一緒に飛び出てるから普通さ人のことを驚かす時ってさ「うわ!」って言って「うわ!」ってなるじゃん。 そ、それで終わりなのにさ、一旦私に帰ってきてんだよ。うわーって言って、うわーってなって、えーってなってた。は <laughs> ね返ってくるんだけど、サプライズが私に。どういうことなのこれは。<laughs> 仕掛け人もターゲットも全員ひっくり返るくらい。え <laughs>、そうだよ。私って何どうしたらいいわけこれ。あ <laughs>、 <laughs> 本当ほんとに困るようん <laughs> 想定外のことがある的な感じですよねいやもういや想定外のことばっかりだよ私は <laughs> こうなると思ってなかったのになんかこうなっちゃいましたっていう発表なんだから全部 <laughs> びっくりにびっくりが重なってびっくり仰天なんだよ私だって驚かしたかがびっくりしてるのにさらにびっくりする <laughs> わーってなってわーってなってええー、ってなってうええって <laughs> もう無限連鎖だよそんなん。 刺激物も全くいであります <laughs> 本当それならいいけど逆にこの人をしてて想定内がほぼないのよ大 <laughs> 体 <laughs> こうだろうなぁのハードル超えてくるから超 <laughs> 喜びとか言っててさイベントバーンやってそうでしょってなってる <laughs> 何回かあったからねうん。 ちょい喜びって言っててて言写真集発売してるしるねこの人 <laughs> なんだっけなんか「ちょい喜び」のことなん,かなんか言ってたよねなんか「小えい」ぐらいみたいな「<laughs> 小屋い」ぐらいだよって言ってたのに写真集発売してでまた「小屋い」ぐらいだよって言ったら「ほんとか?」ってみんなに疑われてたのにイベントだったしね。 でみんな大栄誉なんだけど油断させてくれるぜ全くみたいな発売1周年だね確かに写真集楽しかったな「こいえいだこいえいこいえい」イイイイって言ってたよね いだよって言ってて言たのにうんでも私もそれもびっくりして大体「こいえい」ぐらいだろうなって,思って言ったらめっちゃ喜んでて「ええー、えそんなに?」ってなって。 だからさあの私もいつも想定外なの自分が起こす行動が次に何が起こるか <laughs> あんまり分かってないからうん、なんかよく分かんないけど気づいたらここまで来ちゃってましたのやつないつもえ私の人生いつもそう聞いてよみんな私の人生いつもそうなの 青春時計の時にしろ。初選抜の時にしろ。卒業してからにもしろ。本当にみんないっつもそんな感じ。なんか、ええ,えって知らないうちに次のステージに勝手に上げられてる。これは何の現象なの <laughs> 行き当たりばったりも甚だしいよ。行き当たりばったりとかじゃないからね。行ってみてびっくりだからね。 <laughs> 行き当たってないのよ、うん、行ってみてびっくりしてんのよステージクリアというか <laughs> まあ私はその方が向いてんだけどね自分で環境変えるとさしんどくなっちゃうから。 そうそう行き当たってないついてみたらびっくりって感じ <laughs> えー、ここみたいになるでもいつもそうやってかんで来てるけど <coughs> <coughs> 意外といいところに着地してるからまあいいか、うん 石橋を叩いて渡るタイプです、ね、リカ様には石橋叩いてるつもりなんだけどね私も叩きながら渡っちゃってんだよねもう先になん <laughs> なら渡ってから叩いてんだよね <laughs> えー、ここ大丈夫だったつって。<laughs> 一瞬仕込まれて大丈夫私は常に宙に浮いてるんだよねだからどっちかというと私でもめっちゃすごいよ早いの本当に買い物とかでもさ「えもういいの?」って男なんだよね本当に買い物さ行ったらさ女の子ってさ何回もどっか こっち行ってみてあこれはまた違うかなあっちも行ってみていいそれであっち見てこれも可愛いけどどうかなあやっぱりあっちの方がいいかも,もう一回戻っていいみたいなさ買い物の仕方するじゃん友達の買い物とか見てても絶対そんなことしないもんまずネットで確認在庫のある店を調べる行く買う終わり <laughs> いほんとこれ即決ふらっと入った店でもこれいいなと思ったらすぐ買うしそういう時男子はどうすんのが正解ですかニコニコついていくだねうんどっちがいいって言ったら「どっちも似合うよ」って言ってあげる「どっちも似合う俺はこっちが好きだけど」とか 私はねどっちがいいいとかないです私はこれですって言った買いに行くので <laughs> 一回帰って考えちゃうな嘘でしょめんどくさまた行かなきゃいけないじゃん女の子と買い物行ったことないからな <laughs> えブリええアリス私現実逃避したジュピター行っちゃうからどっちも購入いたしますああ私もそういうタイプかも迷ったらどっちも買うかもなんかさタカとかハヤブサとかのなんだっけもうもうもう <laughs> 猛狗類だっけなんだっけこれなんていうんだっけあれだよね肉食のね買い物の仕方するよね一液猛菌類だそうだそうだ <laughs> 高速狩りだよ私はおたく地味に大ダメージそんなことない まあでも女の子と買い物行ったことない人はもうどっちも買ったらっていうのが一番ベストかもね。猛 <laughs> 菌類だ。そうだ。これ私あれしたんだった。昔調べたんだった。こんなことで喉ごくたん <laughs> 迷うほどの似合うものがないから即決。かわいそう。大丈夫 「エブリデイハリス・テマ話を聞いてたら急に矢が飛んできた <laughs> でも本当に買い物とかも即決だしもう狙いを定めてそこに行って買って終わりみたいな。 いだからなんかあの女子のさ、部屋どっちがいいかなでもあっちのお店も行ってみたいからさ、もう一回あの回行ってもいいみたいなやつは本当に意味だから。いいけどさ、何回見ても同じだよ。柄も色も形もって思う。<laughs> 似合うと思ったんだったら買ったらって。 私にはその効率の悪い回り方ができないので。もう見て、買う。ダメだったら諦める。もうそれでいい。あとさ、試着するやついるやん。あれなんなのマジで。え、着てみてもいいみたいな。いいよ、家帰ってダメだったらもうダメなんだよ、それは。自分が悪いんだよ、それは。っていう。<laughs> もう着てみるのが本当に意味わからん。 家帰って初めてててみてワクワクするのが素敵なんんじゃんそのなんかさあ大事な予定の時にさ初めて来てみて「やっぱこれ可愛いはわ上がる」ってなっていくのが好きなのになんで今来てみるのもうここで見慣れちゃうやん。と思うんだよね私はね。 試着ダメダメ <laughs> 嬉しくないなんか2回目着ることになるじゃんだってこの時に着ようと思って買った服ね置いといてじゃあこの時になっていざ着てみたらあの時と一緒だなときめきが半減するじゃんおじさんには体型的に着れるか着る痩せろ痩せるんだよ服に見合う体になれ 試着サイズ感以外だいや自分のいつも着てるサイズわかるやん大体そう私なんていつも S サイズでもでかい時あるからそういう時はも自分で縫って詰めるしねもうそれができるからもう絶対にそんな試着とかしないけどねいやブースト減るよ ダメだったらダメでまた買えばいいじゃん。そうそう店員様と「いやそう。店員さんいかがですか?」とか言われるのがめんどくさいんだよほんとに。さってってシュってってもうレジで最低限のことカードでとかしかしゃべりたくないんだよ私は。<laughs> いや肩幅とかがね。いや肩幅なんてもう削れじゃ <laughs> 広めのやつ買えじゃあ。 <も>う <laughs> ウィンドウショッピングもしないえー、しないかもだって買えないのに見たって悲しくなるだけじゃん <laughs> 効率悪くねいや私本当にさダメだわ。 でもさそういうなんかさ迷ってる女の方がモテるんだろうなえー、どっちが可愛いかなみたいな着してみてもいいみたいなどう似合うかなみたいなそういうデートがしたいんだろうなみんな無理だな私どれ欲しいこれ <laughs> 終わり <laughs> これこれしかありえないこれ買っていついつに着るそれでも終了 ななことはないとはい思う行く時は必ず買う時そうだよ。ワン <laughs> タン切<キ>る <laughs> おもんなだよね。<laughs> 遊戯王みたいな。ワンタン切るやないかそれ俺のターン回ってこないやんっていう。デート5秒なの。はは 別にそんなでそんなデートがしたいんでしょ男の人たちはちょっと振り回されるのも可愛いなって思うんでしょ <laughs> 男性は即決のが嬉しいいや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 言ってるだけだよ口でちょっと振り回されるのも好きなんだよ所定グゾディア <laughs> 振り回されるの精神そうだよ多分ねみんなはそっちの方が好きなのでも私と付き合うならもう私から起こる全ての事象に対して許容してくれる人じゃないとやっぱ無理だねそうやって即決するのもらしいねって言ってくれる人じゃないと <laughs> 食べ物も迷わない迷わないだからさずっとメニュー見てさ「えー、これは何味かなどういうのかな?」みたいな言ってる女とかクソイライラするクソのようが即決だろうが好きな一つの買い物ならなんえきっとそうだよみんなそうだよレストランのメニューは即決だよでも私気使えるから 悩んでる子がいたら一緒に悩んであげるよ優柔不断なんだよねごめんねって言ってたうん私も決まってないからってめっちゃもう二秒で決まってんのにそうやって言うりか <laughs> も優柔不断だから決められないって言って <laughs> 合わせてあげるよ私やっぱさイケメンだったら絶対モテると思うんだよね男だったら 私はもうメニュー決まる2秒で決まるよなんかコースでもさ2択あんじゃんこっちのスープかこっちのなんか前菜どっちにしますかとか2秒で決まるのになんかえー、どっちがいいかなでもこれでさこっちのやつ食べたら重たいかなこのあとだってメインも来るんだもんねとか言って悩んでる女にほんとクソ腹立つけど合わせてあげるよそうだねどっちがいいんだろうねとか言って <laughs> <laughs> 日本酒は少し迷いませんか迷いません日本酒は迷ったらおすすめ聞いてそっちにします <laughs> 辛い方辛い方辛いキリッとした方っていう <laughs> どっちどっちっって「こっちです」って言ったら「じゃあそれで」「ちゃんと <laughs>」「いや私合わせられるからそういうのごめんね」うん「絶対男なら持っててたんだよな私」 辛口がいいよ。フレンチの魚と肉、その魚魚魚ですよ。魚を食べると。辛口に対する圧倒的ないよ。いや、それはね、もちろん。あ、でも、お肉がさっぱり系なら、ちょっと考えるかも。豚肉とかだったら。考えてやってもいい。でも、大体そういうのに、牛じゃん。 えでも本当にさ牛がもう牛だったとしても牛しかなかったとしても私は脂身少ないやつ即決だからその日は何が食べたいか決めてお店行ってるんですね えっていうか大体フィーリングですぐ決まらん決まってなかったとしてもフラッと入ったお店でじゃあこっちかこっちどっちがいいですかって言ったらこれってなるじゃんとかメニューがいっぱいあるなんかじゃあ例えばなんていうの普通のファミレスとかでもなんか方向性のベクトルが全く違うじゃんステーキなのかハンバーグなのかなんかその定食なのか ベクトルが全く違うものだったらすぐ選べるよ。なんで悩むのって感じ。<laughs> 時間がもったいないじゃない。飯に時間費やしたいの悩む時間でさ、飯の時間減るのちょっと嫌じゃない。私、ゆっくり食べたいのよ。食べるの遅いから。 もう基本せっかちなんだと思う <laughs>。多分ね。せっかちだよね、私。 あなたはもしや10個を出しますかみたいに見てる人いるので分かるえー、なんかスパゲッティもいいけどこっちのあでもとんかつ定食にしようかなあでもハンバーグも美味しそうみたいなえ,え待って待ってベクトル全然違うじゃんっておのれに問えよ口に出して言うやついるじゃんしかもそれ。 私さ、これも食べたいけど、これも食べたいけど、これも食べてんだよね、みたいな。いや、己に取れよ。今、舌で、何のあれになってんのか、わかるじゃん、大体。<laughs> なんでなんでなの、あれ。 本当に理解できないのの悩む女の気持ちえだからさ男もさ私さあれなんだよねあでも確かに男の人はなんか例えばジャケットとかそういうのだったら試着してもいいかもなんかそういうフォーマルな場面に出ていくものだったら試着してもいいと思うけど別に負担着で。 T シャツで試着とかいらないじゃんうんでも私ちょっと無理かも男で悩んでるやつ男のくせにグダグダ悩みやがって腹決めろ 迷ってんならどっちも買え男だろ、てめえはって。<laughs> なんか、昭和の親父みたいな考え方。<laughs> 本当に申し訳ない。なんか、そういうね、ルッキズムとか、そういうなんか男だから女だからってのは今の時代に全然そぐわないけど、うんで。でも私がなんか昭和の親父なんだよね、多分。<laughs> <laughs> 私が昭和の親父なの <laughs> もうなんか <laughs> 連れの女性より長く待ってたらいやむかつくよね普通にいらんでしょそんな時間 <laughs> 自信かみたいな感じ いやーそうなんだよね迷わないな全くもってマジ2秒で決まるあとさ私がさごはん屋さんで理解できないこともう一個あるんだけど友達とご飯行くじゃん。でさなんか「お酒飲む」「飲まない」みたいなくだりあるじゃん。 あれの時にさ、え飲むえ理カが飲むなら飲むけど飲むみたいなさ、あの、あのくだりなんなのじゃあ飲むよ。飲めばいいんだろうつって。飲みたいなら飲みたいって言えよ <laughs>。あれなんだのえ理カが飲むなら飲むけどみたいなさ、その感じなんなのえー、いいよ。じゃあの飲んでもいいよ。つって言飲そう。でも濃く、己の心に問えよって私いつも <laughs>。 <laughs> 飲み私が飲むなら飲み,飲みたいんだろっつって、うん、なんで私に一任するの <laughs> どうしてどうして一旦私に任せるのうん 飲んでもいいよっつって飲まなくてもいいよっつってあれほんと困るんだよねいやだから私聞いちゃうもんねそれは止めてほしいやつそれとも飲みたいやつわ <laughs> かんないんだよねそしたら「どっちでもいい理科に任せる」とか言われて。 ももうどっちでもいいよじゃあ私が飲んだら飲むなら飲めばっつって <laughs> でも本当どうでもいいんだよね私も一人で飲むのは寂しいから あなるほどね2人だったら飲むけど1人だったら飲まないよってことねでもさ私はさどっちかっていうと祖父取りにしたいのよ禁酒してるしなんかあんまりお酒外で飲,み飲もうと思わないから1人で日本酒をしっぽり飲むのが好きだから <laughs> なんか外で飲みたいってあんまり思わないのねだからなんかなんて言うんだろうな でもさ飲むって言わないとなんかさ付き合い悪いみたいな感じになるじゃんわかるでしょこの気持ちあ飲んでもいいよって言わないとさだからさこれまた断れないんだよね私断れないやつ出てきちゃうんだよね、うん、はいじゃあもうはいいいですよって。 友達いないかえーブイデー喉痛いんだっては <laughs> えー飲まんのが言っちゃんだるいやだるいひ <laughs> よってねとか言ってくるやついるよねひよってねよ <laughs> 多分本気出したらお前より全然飲めるよ 木魚みたいにボタンを押したらジュビターだからそれめっちゃいいねそれめっちゃいいわいるねそいつカシオレだわカシオレ飲んでるやつとかほんとさ女やんでも女でカシオレ行くやつも好きじゃないけどな私は <laughs> 女は黙って芋焼酎 <laughs> 女は黙って芋焼酎芋焼酎をさ濃いめで割ソーダで割るんよであのー、しそのさ ふりかきあるじゃんあれをさ入れるんよでさすだちがあったらさ絞ってみてあゆかりゆかりゆかりをゆかりをあの濃い目で割ってねこれほんとあの騙されたと思ってやってみて。 濃いめでソーダで割るんよ炭酸水ででそれをオーダーしたらさ <laughs> でいや家でできるから普通にでゆかりを入れるんよちょっと、まあ、私は色変わるぐらい入れるのが好きなんだけどピンク色になるから <laughs> ピンクの芋ジャッジおいちいってなるからそれでピンク色になったらすだちを絞るんだよ そしたらさめっちゃうめえ飲み物出来上がるんよやってみて <laughs> でもこれ濃いめで割ってね絶対に、うん、私のおすすめの飲み方麦でもいけ麦でもいけるけど私は芋がおすすめ夏にぴったり すだちを入れるあのねゆかり入れた時点でレモンではないからねゆかり入れるならすだち入れてあげてそっちの方がちょっと鼻に抜ける爽やかさが違うからうんおうちでやってみて私これ魔王でやって優勝した <laughs> 魔王でやって優勝した もうほんとにリカちゃんにすだち一箱食いない <laughs>。やめて今禁酒してるからほんと今飲みたくて仕方ない飲みたくて飲みたくて震えるって感じだけど西野のかなさん復活おめでとうございます。なんだけど今もう耐えてるから。<laughs> 耐えてるからやめてそんなすだちを超えてきたら酒じゃ酒じゃってなっちゃうから。 アルチュウやんけ <laughs> ごめんアルチュウだったかもしれん私うん飲みたいよ好きだもんお酒ただね今薬と飲み合わせが悪いからねダメなんだよ太るしねあとね老ける酒は老けるぞ本当にあの飲みすぎると お酒好きな大好きよお酒はえでも本当にやってみてなんか心に余力がある日はやってみてちょっと手間だからね大変だけどでもゆかりとすだち買ってきたらもうただ優勝できるからね普通に炭酸水炭酸水は何でもイブルキンソンとかなんかその辺の やつを <coughs> 普通に割ればいい <laughs> うんただ私のおすすめは濃いめで割ること全部あるな 今日は飲まない予定だねえ一回やってみて本当にハマったらそれしか飲めなくなる時期が来るから。夏はこれだねーってなるから。<laughs> <laughs> 濃いめだでまあお好みだけどね自分の好みでなんか調整していいけどなんかより爽やかにあのカジュアルに飲みたい人は 薄くてもいいいんだだけど私は濃い目が好きだよってただそれだけアルコールっていうなんかわかるでしょそのガツンとくる感じが好きやねんっていう <laughs> あとねすだちとねゆかりのおかげでねだいぶね塩っ気があるっていうかねそれだけで飲めるもうなんかおつまみとかいらないそれだけで飲めるっていう良さがある だから酒だけを楽しみたい夜におすすめ <laughs> 私はさ本当にさのんべえみたいなさことを言ってて大丈夫かな <laughs> ちょっと心配になってきた、うん、そうあーおつまみないなっていう日とかあーつまむもんねえなっていう日にそれやって優勝してぜひ。是非 <laughs> あのー、あれだよピンクのお酒になるから <laughs> かわちいお酒になるからただただ酒と向き合いでそうそうそういう日にやって映えも狙えるねえ狙える狙える うん、私はそれをストローで言ってたね <laughs> ジュースやんとか言って酸っぱいジュースやんジョッキにいつぞやか買ったディズニーであのー、海賊のあパイレーツ・オブ・カリビアンのジョッキであのー、<laughs> ストローで言ってた <laughs> 終わってるそりゃ先焼きもする 薄々思ってたけど行かれてないいやでもお酒好きなら絶対好きだからちょっとやってみ魔改造してしまったでもピンクのじゅ,うちゅうになるからほんとになんかお酒もひと手間加えるだけで変わるんです変わるよ うん、おつまみいらないけど食べるとしたらなんか固めの固めのせんべいなんかほんとなんかあのー、柿の種とか <laughs> そういうやつちまちまつまめる系うんとかああれうまいよあのさあのー、あれあれ トリュフのアーモンドトリュフの香りづけなんか燻製アーモンドみたいなセブンかなにあるやつあれと合うねセブンのやつそれそれセブンのやつ 400円,です <laughs> 400円だってみんなぜひ <laughs> 食べてみてうからうわー教えちゃった最高の飲み方教えちゃった 内緒だよ <laughs> 内緒だよ本当日本酒はそのままグビグビいくのが好きなんだけど焼酎はねアレンジ効くからいいよね。 ゆかりは高いとこから肘経由して入れた方がいいかなまあ伝統を重んじるならそれじゃない <laughs> 伝統を重んじるならねうんごめんねお酒飲めない人たち付き合ってもらっちゃってでも私も今飲んでないから。 うん、もう奥歯を噛み砕きそうなほど飲みたいけど今は我慢するえらちえらち。えらち 入れる時ヘラヘラして <laughs> ヘラヘラしてもいいよはいそんなこんなですねえー、っとランキングを読みますよ、えー、7位がステラさん6位がチっタローさん5位がウエマツさん四位がオレッちさん三位が 2位がビスコさん1位が堀キきバーガーさんですえホリモキバーガーに戻ってるじゃんおめでとうありがとう今日はね配信これで終わりますね 2>, 2枚買い卒業やったね <laughs> き今日は飲みたくて飲みたくてプリプリ君思をうほどプリプリ感じてもう一度飲ませて嘘でもあの日のようにゆかり入れて <laughs> あるちプリプリ。 もう会いたくての要素ゼロ。<laughs> 最悪、本当に。